戻すため魔法の修行を始めるよ。今日も元気にマジカル天気。私は副王子ローラ、フランス留学から戻って間もない14歳の美少女です。我が副王子家は世界有数のショッピングモールを経営しており、地元でもそれなりに有名な家柄。私自身幼少の身切りから何一つ不自由なく育ってきたのですが、ただ一つだけ手に入らないものがあった。入らないものって何？こっそり。ここって。それじゃあお留守番よろしくね。いってらっしゃい。気をつけてね。お土産は仕込んだがいいラブ。なるほど、ルビーたちはこんなところに住んでいたってわけね。そんなことはどうでもよろしくてよ。それよりここへ来た本当の目的は。おう、アイリも買い物か。僕は電気街に部品の買い出しに行ってくるよ。サクタロウも行ってらっしゃい。お土産はスコットがいいラブ。サクタロウ様。ローラ、あなたまさか。夢だらけのローラ。そう、私がどうしても手に入れられないもの、それが。それがサクタロウ様。でもなんで？話せば長くなるけど、よろしくて。え？あ、そのじゃあまた今度ね。え？え？そう、それは今から10年。結局話したくて仕方がないんじゃない？怖いよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんに任せろ。魔女なんか枯れ木一本でボコボコにしてやるぜ。一人っ子として育った私は幼少の身切りからお兄様というものに憧れていたのですけど。お嬢様、お母様、お願いがあるのですわ。お父様やお母様に頼んでも。弟や妹はなんとかなるけど、お兄様は無理と言われてしまったの。まあそれはそうよね。ところがです、幼稚園で友達になったキララ愛梨、彼女は私が一番欲しいものを持っていたのです。あのね、これがサクタラお兄ちゃんなの。よろしくね。ローラっていうのか。素敵な名前だね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 。お兄ちゃん。ああ、ローラちゃんお顔真っ赤っか。は
これからはいつも三人一緒。私も愛理に釣られて、いつの間にか作太郎お兄ちゃんと呼ぶようになっていったの。なんだ、お兄さんが欲しいってだけじゃない。でも他にもお兄さんのいる子はいたんじゃないの？なんでその作太郎お兄ちゃんだけそんなに特別なの？その理由知りたい？え？あー、また今度でも別に。え？え？ある日のことだったわ。どうしても教えたいのね。スーパーフライングマシン？うん、これをつけただけで魔法みたいに空を飛べるんだよ。わー、すごいね。私つけてみる。え、ローラちゃん、やめといた方がいいと思うよ。大丈夫、行きますわ。その時の私には作太郎お兄様が誰よりもかっこよくたくましく見えたの。っていうか、そもそも作太郎の発明のせいでひどい目にあったんじゃ。それが私が作太郎お兄様をお慕いする理由。聞いちゃいないのね。作太郎お兄様、私がどうやっても手に入れられないただ一つの宝物、お兄様。やれやれ。でもどうやっても手に入れられないただ一つの宝物か。その気持ちちょっとだけわかるような気がするわ。ヌアも？ええ。何なの、あのすごい魔法。私にもどうやっても手に入れられない宝物があるから。ルア、ローラ、私たち似た者同士ということですわね。そうかもね。いいわ、あのペンダントを手に入れたら最初の魔法で作太郎をあなたのお兄さんにしてあげる。それまでは共同戦線というわけね。ええ。そうと決まれば。はい、ローラお嬢様、三玉や加藤はここに。何のご用でございましょうか？今すぐ私たちのかっこいい衣装を用意してちょうだい。かっこいい衣装でございますか？ええ、夜の街が似合うとびっきり素敵な衣装をね。街は危険なデンジャーゾーン。手招きしているエブリナイト。華麗に参上怪盗ローラ。華麗に剣山怪盗ルーア。大装剣ラブリーデンジャラスキャッツ。え？チーム名はまた今度ね。ビューティーなんてダサいもの。ダブリーなんとかもどうかと思うけど。とにかくちょうど今宵は満月。私たちビューティーデンジャラスキャッツのデビューにふさわしいですわ。ええ、ラブリープリティキャッツの初仕事よ。え？ああ、ローラお嬢様、フランス留学の間に随分ご立派になられて。はぁ、ついに来たわね。いよいよ作太郎お兄様のお家に侵入ですわ。そしてあのペンダントをこの手に。わっ！
大丈夫？はい、大丈夫です。そうですか、それはよかった。朔太郎お兄様、8年ぶりだというのに前とちっとも変わらない優しい笑顔。ところで、はい、うちの窓に何か用事ですか？ねえローラ、あれ、ああ私のお兄様に。とりあえず怪盗ラブリープリティキャッツはやめといた方がいいみたいね。
今夜さ、カレーにしようかと思って。やっ、あー、いいわね。うちもそうしあった。チョコレート入れてみようかしら。あー、コクが出るもんね。そうラブ、あの二人の後を追いかければきっと福神漬けが見つかるラブ。福神漬け、福神漬け、福神漬け、いつまでかかるラブ。やっぱりカレーの付け合わせは福神漬けやね。私はラッキョウも買っちゃおっと。やったやった、たどり着いたラブ、福神漬け。遅れちゃった。あ、お兄ちゃん何やってたの？もうみんな食べちゃってるよ。ごめんごめん。お、今夜はカツカレーか。うん、それでね、ラブラがすごく頑張って。あれ？ラッキョがない。え？カレーの付け合わせはなんといってもラッキョが一番なのに。ラッキョのないカレーなんてジュエルのないペットみたいなもんなんだよ。あれ？みんなどうしたの？ジュエルペット、ただいま逃亡中。生ぬるい、生ぬるいラブ。カレーに福神漬けなんて生ぬるいラブ。酢豚にパイナップルぐらいの生ぬるさラブ。みんなを捕らえて仲間にするラブ。Ha ha ha!
もう逃げられないラベ。ラリリリ。もう逃げられないラベ。ラベ。これを使って。よく見えない尻尾なんて大嫌い。